ですね、ちょっと女性方にフリップをちょっと用意していただいてますので、まあ、ちょっとここで質問を一つ出したいと思います。女性用風俗での好きなプレイはありますかということで、じゃあナミさんから順に行きましょうかね。はい、これで私は一番待ってるの全然わかんないんですけどそれは甘える、イチャイチャして甘えるってことですか。そうです、私はもう、はい、とにかくイチャイチャしたい。ああ恋人みたいに。あ、そうです、そうです。あ、なるほどなるほど。でもただイチャイチャするだけじゃダメなんだよみたいな、そんな誰でもできるんで、はい、イチャマからのバチボコみたいなバチボコって何ですか。殴られるんですか。いや、殴ったりはしないんですけど、はい、攻め合いまくるみたいな、演劇な攻撃を受けるわけですか。はい、ちょっと強めな感じ、もう息狂いたいみたいなでもそれはそれやっぱりそのキャストがやっぱタイプとか感情移入しないと。あ、それもありますね。顔は大事です。あ、はい、やっぱりじゃあるけど感情移入して達成満足とかいられるわけですね。一山からのバチボコっていうと、若狭さん結構技術的にはこれやっぱ必要ですよね。テンションのこう上げ下げっていうのが必要なわけじゃないですか、これだと。ある意味だからジェットコースターと一緒で、上がっていく時と一気に下っていった時がギャップを作るっていうのが技術的には求められるところかなと思います。すごいね、これは普通の男性ではできないです。できないですよね。ナミさんはそのイチャーマーからのバチボコということですね。好きなんですね。いきなり衝撃的にいいですよねじゃあ次さつきさん、はい、じゃあどうぞ。ででん、目隠しと首締め、はい、みんな結構予想外すぎてるなんか私の場合だと結構その没頭するためにスイッチ入れるのが必要な時に目隠し最初した方が結構入りやすくて、そこでスイッチ入れたいのと、あとなんか首締めもなんか制服されてる感が私はちょっと好きなんですよ。でもこれ2つとも初対面のお金払ってない人とかにお願いしたら一体何が起こるかわからないとか、恐怖ね、恐怖があるし、目隠しもそうだし、はい、首締めは他のお店で一応お金払ってプロに頼んだはずなのに、もう殺されるかと思うぐらい一回強いのされたことあって、頼む人間違えると結構怖いけど、まあね、こうやってる時って声出せないから、うん、バンバンってやっても多分なんか喜んでると思われちゃうし、で後で痛かったなんてちょっと言いづらいなとかもあるから、正しい人にお願いして正しく制服されたいみたいなところをここだと解放できる。なるほどね。じゃあ、まあ、本来 の、 その好みとしてはその目隠し首締めっていうのが好きだけれども、まあ、そこに至るまで の、 その相手とか安心感っていうのも大事ってことですね。あ、そうですね、と店長が言ってたそのベーシックテクニック、はい、口とか手はもう当たり前にあった上でこれがないと嫌です。首締めってなんか快感得られるんですか、うん、そこは分かんないんですけど。やばいっすよ。やばいやめた方がいいと思う。男性もなんか気持ちいい感じになるんですか。いや、男性も多分気持ちいいと思います。首締めでちょっと苦しいぐらいがなんか気持ちいいと、まあ、縮関心もこう、そうですね。ああ、そういうことか。なんかそこもちょっと連動してる感じは。ちょっともう、想像絶する世界が超えてました。不思議ですね。ちょっとそれ、先生、ちょっと調べて、ぜひ調べてみてください。調べてみようか。調べてみようか。軌道はダメです。軌道は行くじゃないですか。軌道もやつね。あ、そうですね。軌道はもちろんね。あ、血流って感じです。血流というか、あ、確かに。勃起したような状態ですよ。要はあのこうパンパンになったりする感じですよね。確かに動脈、うん、なんか頭がポーッとするんですよ、うん、それはなるほど。それが興奮してる時にされると、なんか多分酔ってる時のそのセックスの感覚にちょっと近くなるのかなと思うんですけど、なんかなったのか分かってきました。その軌道じゃなくてね、軌道じゃなくて血流を止める方ね。はい、じゃあ頭が勃起してるってことでいいですか。頭が勃起してる状態なのかなって今さつきさんは目隠し&首締めということで、じゃあ次にサラさんどうぞ。もうなんか絞るなくていっぱい出ちゃったんですけど首締め首は高速ボディーカーランキング、すごい一部です、本当に一部です首締めは分かりました。首はどうするんですか。首輪は、はい、まあ、シャワーの時とかにしてもらって、はい、もう引っ張ってもらって、それも軽く首締められて、はい、ちょっときつめに縛ってもらって、はい、グッて引っ張られて、はい、制服感、ちょっと敗北感、あの人にはかなわないっていう敗北感、もう従うしかないっていう支配感がすごく好きです。すごいすごいね。高速は普通な言う縛られる、そうですね、手錠だ、手錠も自分で持ってるんで、それ持参して、マイ手錠ってことですね。はい、マイ手錠とマイ首輪も、マイ首輪あとスパンキングも自分であるので、ハート型のスパンキングって何ですか。スパンキングです。道具みたいな、そうですね、叩く道具、あ、はい、それで叩いてもらったり、そういうのが好きです。鬼かせは何ですか。もうひたすらもうやめてっていうのはもう多分彼らには通じないので、もう無理とかやめてっていうのは通じない世界なので、そのセフワードって最初決めるんです。全体の時に言わなきゃいけない。そしたらやめてくれるっていうことを決めるんですけど、
いつもそれ忘れちゃって、お願いしますしか言えない状態になるんですけど、そこまで行かせてもらうのが好きです。できるテクニックが好きじゃないですか。そうですね、まあ、だからそれこその今言った項目っていうのは、まあ鬼いかせにつながるっていうか必須なわけですよね。そうですね、それが全部あって最後にこういかされちゃう、はいはいはい、そのシチュエーションも込みで。ありがとうございます、はい。まあ、なんかさっきからサラさんの回答がマニアック感が出てすごい。でもこの東京の性感っていうお店で言わせてもらうと、はい、普通の女性風俗と比べて本当性感いろいろとやるお店ってさっきお伝えした通りで、はいはい、全然サラさんのはそんなに極端になってわけないんですよ。入り口はナミさんとかみたいな感じだったのに、はい、気づいたらもうみんな、はい、気づいたらサラさんじゃないですか。でもっと上もいっぱいあるっていう、はい、どんどんランクアップしていくわけですね。ランクアップします。利用頻度っていうのが、まあ、どれくらいかっていうところ、すごいムラムラする時とか歯止め効かなくなりますね。ニーカーの書いてました。クリニックにご覧いただければ僕が全部担当します。お気軽にお問い合わせください。チャンネル登録、いいねボタンもぜひお願いします。